はい、皆さんこんにちは、ゲヨゲヨです。今回はメガクアリウムで、ちょっとしたコツやいろいろな設備類の、使用などを調べてきたのでまとめていこうかなと思います。はい、それでは、足場が必要な深型の水槽を横に2つ並べた時に、便利な足場の使い方を紹介します。まあ適当に水槽を2つ並べます。こうやって足場が必要な水槽には足場を置かないといけないんですが、それぞれ1個ずつにつけなくても間に挟んで足場を設置します。これで、飼育員さんは、両方の水槽に餌をあげることができます。それぞれの水槽に足場をつけるよりかは、両方を併用しているのでちょっとだけ、マスがお得に使うことができます。実際に入れてみましょうか。はい、これで動かしてみましょう。まず右の方にやって、左の方にもちゃんとやっているので、これで両方行くのがわかるかなと思います。さて次に、階段のお話をしたので、また階段絡みのお話をしていこうかなと思います。機械設備類、こういった、温水器とかそういう複合機とかの類は、壊れた時に周りに、係の人が修理の人が、修理作業をするためのスペースが必要になってくるので、どこか一マス開けないといけないんですが、この足場の階段は、足場のところを、開いてなくても、通ることができます。今ちょっと特殊な感じで作ってみたんですが、足場ギリギリのところに、ドアがある状態なんですが、これは飼育員さんが、通ってくれます。実際にやってみましょう。はい、飼育員さんはこんな感じで、通ってくれることができます。はい、では、足場のところって素通りしてくれるのなら、じゃあ機械設備類が接しているところが足場だったら作業員は作業してくれるのかといったら、実はこれ作業してくれないんですね。というのをちょっとやってみようかなと思います。はい、今、ちょうど修理が必要な設備があるので、で、修理の人を雇ったので、足場が素通りできるんだったら、これ今閉めてしまったので、ここしか接してないんですが、これを作業をしてもらえるのかやってみたいと思います。修理の人来ないですね。これで一歩開ければ動いてくれるかと思うんですが、そうですね、すぐ来ましたね。というわけで足場の階段はドアギリギリに設置しても作業員さんは登ってってくれることができるのですが、機械類の作業するスペースとしては使ってはくれないということになります。はい、それではタイルを開放についてちょっといろいろと説明していこうかなと思います。はい、このタイルを開放して、広げるんですが、今ここに入場門がここにあります。この入場門がですね、意外と癖物というか、この入場門よりも前の土地に
土地を拡張することはできません。なので、入り口近くに何か設置をして、で後からちょっと足りなくなって拡張したいなと思った時に、入り口よりか前には物が置けないので、拡張していく方向が限られてくるので、気をつけないといけないかなということになります。では、タイルの拡張が最大はどこまで大きくなるのか試してみようかなと思います。はい、だいぶ拡張したんですが終わりが見えてこないので、多分大きさは無限っぽいですかね。まあ、魚を入れる数が上限決まっているので、まあ、ある程度大きくしても意味ないという点はあるのですが、まあサイズに困ることはないのかなって感じになりそうですかね。あとは資金の問題でまだつかない。まだつかない。だいぶどんだけ拡張したんだっていう。やっとつきましたかね、これだけ広げてもまだ先に進めるようだったので、かなり大きいものは作れるようです。さて次に、水槽のバックヤードに隠した方が良いものについて調べてみようかなと思います。キャンペーンなんかをやると機械設備類はお客さんの評価を下げるので隠した方が良いという説明が出るのですが、具体的に何が評価を悪くするのかというあたりが不明だったので調べてみました。はい、というわけで、一式作ってみました。で、一般的なイメージからすると餌箱とか、修理の作業台ってこれ普通隠しますよね。ここいらは、評価を下げるのに入るのでしょうかというのが気になったんですよね。まあキャンペーンの説明からするとおそらくこの温水器とか複合器の類は、アウトなんでしょうが、ちょっとこの餌とかあとは用具、用具とかの項目内に入っているものはどうなるのか、気になったんで、これで起動してみようかなと思います。ちょっと早くしますね。あ、待ってよ、ちょっと待って、作業員雇ってなかった。ちょっと待って、早速なんか出た。早速低評価のやつが次と間違えた早速低評価のがついたんですが、水槽の隠れる場所がなさそうというのが出ちゃいましたね。そうだ、ついでに説明しましょうかまた言ってることがちょっと脱線しますが、この水槽の隠れる場所がなさそうという、低評価なんですが、これ実は水槽に何も入っていないと、草食類ですね、草とか岩とかの類が何も入っていないと評価が下がるようです。魚によって洞穴が必要だったりとか、何かこれが絶対必要みたいな表示があったりするんですが、それがない魚を入れていても水槽として、何かが草食類が入っていないと評価が悪いようです。これね、意外な盲点でした。じゃちょっと紛らわしいので、草食類を入れときます。はい、ではこの状態で、もう一回試してみようかなと思います。
はい、今低評価の赤い星が出ましたね。はい、複合機は評価が悪いというのが出ました。じゃあもう一回これを続けて、餌箱や作業台でも出るのか調べてみようかなと思います。餌箱や作業台では評価出ないかな。もう一回出たので見てみますが、やっぱり複合機ですね。ずっと複合機、今機械設備の方には、評価がずっと出てるんですが、餌箱や作業台は出ていても大丈夫みたいです。でですね、実はまあ長くなるのでちょっと省略しますが、機械類のやつが、他のやつでもダメなのかというのも、ちょっと挑戦してみたことがあるんですが、ポンプとかを置いてみたところ、ポンプもやっぱり評価を下げていたので、機械の枠のものは、多分評価を下げます。で、用具の中に入っている方は大丈夫みたいです。ちょっとね、一般的な感覚からするとね、用具の類ちょっと隠した方がいいんじゃないかなって気はするんですが、メガクワの中では OK なようです。さて、もう一つ、隠すかどうかバックヤードという面で気になったのがですね、水槽って、お客さんに見える面と多分バックヤードにする面だなと思うところで、デザインが変わってるんですよね。じゃあこれって、水槽のお客さんに見せる面の方に設備類を設置しても機能するのだろうかというような疑問が湧いてきたので試してみます。さて、果たしてこれはここに設置して OK なのかと言ったら OK なんですね。実はできるんです。実はガラス面に設置していても機械設備類は機能します。じゃあこの後ろのバックヤードっぽいのって何なのかっていう問題があるんですが、これをちょっと埋めちゃってみます。はい、こうするとどうなるかっていうと、アクセスがブロックされています。というわけで、あのバックヤードっぽいやつは餌やりをやれる場所という意味になります。特殊なちょっと形状のやつをつけてみますか。こうした時に、あの足場は先ほどこの見えるかな、この三角の位置に足場が置けるので、足場の位置はある程度固定されるんですが、実はこういう置き方も全然 OK なんですよね。なんかね、足場の三角の位置がこっち側に来てるんだったら、機械もなんかこことかに置かないといけないのかなみたいな、ここいらに置かないといけないのかなと思いがちなんですが、実はここでも機能してくれます。はい、解説は以上です。攻略小ネタ集いかがだったでしょうか。良かったなと思ってくれた方はチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。ではまた、バイバイ。